楽しいね、小指ちゃん。どうも、フロイドです。よろしくね、小指ちゃん。はぁ、金魚ちゃんだ。わぁ、喋る猫だ。面白い。ねえねえ、ギュッて締めていい？ねえねえ、待って。わぁ、行っちゃった。なんだよ。俺にも教えてよ。かなりいい感じにさばけたじゃん。手伝ってくれてありがとうね、小指ちゃんたち。来た来た、小指ちゃんたち。残念、ウツボです。ごめん。ごめんって、ちっせえ傷がついたぐらいで、そんな怒んなくてもいいじゃん。小指ちゃん。僕に力をくださいよって泣きながらみんなの魔法吸い上げてさ、超ダサかった。ちょっと幻滅懐かしい。これ俺たちが遠足の時に撮った写真だよね。ここに俺とジェイドも写ってる。そんで一番隅っこに写ってるのが昔のアズール。別にいいじゃん、俺この頃のアズール好きだけどな。今より食べ出がありそうだし。ねえねえ、いつ行く？みんなで行くんでしょ？エレメンタリースクールの遠足以来のアトランティカ記念博物館、楽しみだな。小エビちゃん、アザラシちゃん、おはよう。迎えに来たよ。お出かけしよう。アトランティカ記念博物館へ遠足に行こう。なーに、金魚ちゃん、お家に帰りたくないの？だったら帰らなきゃいいのに。俺たちも帰らないしさ、一緒に学校に残ろうよ。極寒の中、今年も三人ぼっちのホリデーですか。まあ仕方ないですけど。頑張って魔法の絨毯を捉えたんですがね。モストロラウンジもめちゃくちゃになったのにな。はあ、しょんぼい。俺も俺も海蛇くんと遊びたい。やったー、今回は俺の勝ち。これで3勝。俺アズールと契約してこの低い声をもらったんだ。どう？渋くていいでしょう。結構気に入ってたのに。声元に戻ったみたい。オアシスで泳ぐために水着も持った。俺も踊る。金魚ちゃんじゃん。いらっしゃい。はい、お客様第1号の来場記念。ジェイドが取ってきた謎のキノコをプレゼント。いいじゃん、部長が帰っていいって言ったんだからさ。それに俺午後からモストロラウンジの仕事で重たいタンク背負ってドリンクの移動販売に行かなきゃいけないし。やだやだ、ジェイドは働かなくていいのに。なんで俺たち。俺も金魚ちゃんたちと遊びに行きたい。へえ、ベタちゃん先輩たちかっけーじゃん。俺も踊りたくなってきた。売るの飽きたからご自由にどうぞって紙貼って会場の入り口に置いてきちゃった。やだ、気分じゃねえから。フロイド商店は今日はもう閉店。
こいつら全員閉めていいの？え？やったー。どいつもこいつも弱い。締めがいがねえな。契約違反したイソギンチャクが何か言ってる。お前らは文句言える身分じゃねえんだよ。黙ってろ。そうそう、アズールはどんな悩みも解決してくれるよ。例えばそこにいるイソギンチャクたちを自由にしたいなんて願いても、俺たちは親切で教えてあげてるだけだよ。ねえジェイド。ええ、フロイド。僕たち悩みを抱えるかわいそうな人を放っておけないたちでして。だってこの寮を担保にアズールと契約したじゃん。身支度を整えるくらいの時間はあげるからさ。大丈夫だって。3日後の日没までに写真を持ってこられたら全部返してあげるからさ。そんなのお前らの邪魔しに来たに決まってんじゃん。ほらほら早く逃げなよ。捕まえたら俺の尾びれでギューっとしちゃうよ。どいつから締めてやろうかな。何度来たって同じだよ。そんな貧相な足で海の中の俺らに勝てるわけないじゃん。またのお越しをお待ちしております。こいつらバカじゃん。順番にゆっくり締めてあげるからね。それより早くアトランティカ記念博物館に行った方がいいんじゃない？ま、今から俺らにボコボコにされて保健室で寝てたらもうタイムリミットかもだけどね。昨日も言ったじゃん、そんな当たんねえや。バインドザハート。偉いね、いい子いい子。でもそれ持って帰られると困るから、俺たちと日没まで追いかけっこしよっか。どうする、閉めちゃう？なんか怒られてテンション下がった。あーつまんね。午後サボってどっかで昼寝しよう。あー追いかけっこもいい加減飽きてきた。あと少しですよ、楽しみましょう。どういうことだよそれ。うん、なんか嫌な予感。うるさい小魚だな。秒で片付けてやる。チッ、分かったよ行こう。はあ、誰に向かって言ってんの？ほら散れよ小魚ども。はあ、何それ、俺より変色かよ。つか毒とか入れてねえし。はあ、でも俺も小エビちゃんと同意見。ラッコちゃんいい子すぎるっていうか、なんつうかうざい。いやめっちゃ裏切ってるじゃん。しかもラッコちゃんに罪をなすりつけて追い出そうとしてたとか、マジで最低じゃん。Thank you.
どう？俺、いい感じになった？テンション上がる。ねえ、もっと。真面目に勉強して俺偉い。